シモン、あなた。だが、彼らがこれで終わるはずがない。まだだ、まだやれる。シモン、ここは任せてもらおうか。ラデンガン、オーバーロール。僕のこの声が闇に。お父様。嘆くな娘よ。一度は絶望と倦怠の海に沈んだ魂がここまで来れた。カリスマの体が螺旋の命の明日を作るならば本望だ。そうね、その通り。所詮犬死にだ、消えろ。螺旋が量子分解します。それを待っていた。あれをやるぞ。あれ決まってるだろう。合体だ。なんだと。貴様らごときがそれだけ巨大なエネルギーを支配したというのか。俺たちは1分前の俺たちよりも進化する。1回転すればほんの少しだけ前に進む。それがドリルなんだよ。それこそが滅びへの道。螺旋族の限界になぜ気づかん。これは貴様の限界だ。この飛ばされた宇宙で王様気分で他の生命を封じ込めた貴様自身の限界に過ぎない。そう、人間にだってもっと大きな扱いだわ。その人たちのためにも私たちは前に進む。人の心は無限、その大きさに私も賭けた。くらえ、必殺超電源突破。いや、ドリルブレイク。面白い。ならば反螺旋。今ドリルブレイク。我々の力で砕けないものはないはずだ。覚えておけ、このドリルは宇宙に風穴を開ける。その穴は後から続く者の道となる。倒れていった者の願いと後から続く者の希望、二つの思いを二重螺旋に織り込んで明日へと続く道を掘る。それが天元突破。それがグレンラガン。俺のドリルは点をつけるドリルドリル。
俺は信じる。俺が信じる俺たちを、人間を、未来を、俺は信じる。ドリルは俺の魂だ。ならばこの宇宙必ず守れよ。当然だ。お前も信じてくれ。俺たち人間を。